ってきたのね。知っているんでしょ、エレナさん。あなた一人ではもうどうにもならない。そう、ミスト。ミストはドノバンの組織と聞くが、アルファ計画は最終段階へ移行する。だからさ、エレナが呼んでるんだって。ハヤテよ、気の迷いは禁物。なんだってんだ、いきなりドカーンって。ところであんた、俺に何の用だ。あんたを試しに来たのさ。あなた変わらないね。アイネ、頼むぞ。よい。アルファ1号には探しています。一体何の話。カスミ兄さん、アルファ1号2の行方はまだつかめていないわ。お前一人に背負わせはしない。私がケリをつけなきゃいけないの。あんたに会わせたいのがいるとか。俺に会わせて。ありゃあそこいらの人間の仕業じゃねえ。ドアテックは関与していません。そこのお嬢さんはあんたの使いか。私の手で終わらせたいの。ドネバ、テストの結果には満足している。お前、何をしている。貴様、兵士にでもなったのか。霞を追っている。ほう、ちょうどいい。ちょいとあんたと試したいことがあるんだが、いいか。無限転身流ってのをちょいと見せてくれ。何のためだ。あんたと同じものを探してるんだな。遠慮はいらねえ。Get ready, fight! So ya. ちょいと行くところがある。エレナ様にはそう伝えな。
い。忍者どもが餌に食いついた。エレナも動き出したようだ。警戒した方がよい。このラボごと沈められてはかなわんからな。偉そうに。おい、上空からの監視を強化しろ。先に戻っている。一杯やってくる。承知しました。おお、あんたが先とはね。手間をしたようだね。その傷、一生もの。ふっ、散った男前になったか。まあね。あんたがいるってことは当たりだな。お久しぶりね、バース。おお、エレナじゃねえか。久しぶりだな。あなたがここで働いていることは聞いているわ。施設長からも随分信頼されているようね。どうぞ続けて。おお、世話になってるぜ。元気そうで何より。引退したんですってね。伝説のレスラーも年には勝てないってことかしら。若いもんに場所を譲っただけの話よ。俺はまだまだ現役だ。泣けるね。ここなら一人になれると思ったのに。
見たことある顔が二つも。あんた引退したんだろう。そのバカ力ならまだやれるんじゃない。あなたここに何のよ。決まってんだろう。いい男を探しに来たのさ。Get ready, fight! どうしたのかしら。じゃじゃーん、一番乗りはココロちゃんでした。イエーイ、ヒューヒュー。イエーイ。ココロ、久しぶりね。あなたのお母様、ミヤコは元気かしら。一緒に暮らしているのでしょ、東京で。あ、お母さんは船でどこか行く言うてはりましたけど。あら、そう。ミヤコにはドアテックジャパン支局長としていろいろ頼みたいことがあるのよ。ん？ん？そうなんや。お母さんとはお仕事の話はしませんさかい。うち知らんことばっかりや。それでエレナさんのお父様ってどんな人でしたの。え、うん、優しくて素敵な人でしたわよ。そう、きっとあなたのお父様もそうだと思うわ。うちお父さんのこと覚えてないんです。ココロ、あなたがどれくらい強くなったのか見せてちょうだい。金をあなたに。リサとミヤコ、なぜここに。あなたたち、ここに何の用かしら。お嬢様、私たちは施設の視察に。私が聞いていないのはどういうことかしら。そんなに戦いたいのね。覚悟はできて。 Get ready, fight! はい、よっ。
ご理解いただけたかしら。ところで、あんたたちは大会には出ねえのかい？ってことよ。最近になってさ、会場が変更になったりで、その全くそれはもういろいろと、準備が大変からありやしねえぜそんな話をするために俺たちを乗せたのか。違うんだよ。そうそう、エリナがさ、そのミストがどうのこうのって言ってたんだけど、そう、そのミストがね、俺はさっぱりわからねえんだが、何？肝心なとこ知らないじゃない。ハヤブサも到着しているわ。今分かっていること、あなたたちに全てお話しします。152番目のクローン隊アルファ152、攻撃性能の面では完成の域に達し、アルファ計画は次のプロセスに入るところでした。次のプロセス？フェーズ4。究極の攻撃性能を持つクローン兵士の開発と量産。ドノバンの、いえ、ドアテックのビジネスパートナーは大国の正規軍だった。ビジネス？そんなもののために我ら一族を利用したのか。エレナも総裁である以上、責任逃れをするつもりはないだろう。ドノバンによって怪我されたドアテックを自らの手で葬ろうとしたのも彼女だ。あの日、ドアテックと共にドノバン、アルファ計画、全てを葬ったつもりだった。しかしドノバンはミストという新たな組織を作り、アルファ計画は継続していたということか。ええ、でもミストはずっと前からドアテックの中に存在していたのかもしれないわ。それで何かつかめたのか。ドアテックは従来より世界各地に独自の資源プラントを保有しています。その一つに必要のない人物が複数出入りしている施設があるわ。ドノバン子飼いのアサシンクリスティ、ドアテックジャパン支局長のミヤコ、そしてリサ・ハミルトン、あなたを被験者としたイプシロン計画の主任研究員。リサはミストと接触している。そうね、彼女が全てを知っている可能性が高いわ。アルファ152の居場所も、だからカスミにもリサの居場所を教えたわ。カスミはそのプラントに向かったのか。ええ、おそらくあのプラントには必ず何かある。私は表だった動きはできないけれど、あなたたちが動きやすいようにしておいたわ。リュウ、アエネ、行くぞ。